にゃーにゃーん、どうもこんにちは、シュン TV シュンのシュンネコです。今回もフリーゲームヘビーの命でやっていきたいと思います。パート3ってことで、前回のパートは聞き込みをしたわけなんですけど、なんか途中ね、自分7号室入るには4号室通らんとあかんのかなという感じのお話をしてね、聞き込みしたんですよ。今回は、早速ね、寝ましょう。次の日へ、ストーリー進行します。HP が全回復しました。てか、HP で何のため、呪いの温泉旅館。その温泉旅館に足を踏み入れば、数々の災いが降りかかる。その噂に間違いはなかった。しかし、本当の幸いはまだ始まってさえいなかったことに気づいた頃にはもう怖いよ、その旅館から抜け出すことは。いやー、気がかったなんかホラー現象でも来るんかと思ったよ。次の日、おお大変だ、旅館が噛んだ。だって唐突すぎるよ。嫌だよ。火元はどこなの？フロントが燃えてるんだろう。それで裏口に避難しなきゃ。その避難用の裏口も閉鎖されちゃったよ。地中ロビーに移動します。で、待って、二度寝するって選択肢だけど、3レベル30じゃないとダメなの。移動しましょう。鍵なら今収録でることだ。思ったほど大きな傘じゃなくてなかったみたいね。ああ、この俺が早朝に発見したおかげだと。ねえ、ありがとう素直にありがとうって言うとこよろしい。例の凶悪犯が放火したと見て間違いなさそうね。この旅館、いろいろ怪奇現象が起こるけど、火災は初めてだな。それに、この放火騒動、何か違和感があるよ。時間帯、想定、場所かな。場所でよかった。20ポイントの、だから経験値ってなんだそうだよ。放火場所がおかしいよ。放火するなら、もっと目立たない場所で放火するはずだけど、フロントなんて、目立つ場所で放火したらすぐ発見されるの目に見えてるよ。そもそも火元はなんだよ。フロントの用具入れにあるロープが出火の原因だったようね。ようだね。一番燃えやすそうなロープに片っ端から火をつけていったに間違いないよ。ロープを燃やせるわ。燃えやすそうやったからか。つく意見かわさなくていいよ。それより、こんな緊急事態に肝心の刑事が何をしているんだ。裏口だよ。閉鎖されちゃってるからね。あなたのターンになりました。行動を選択してね。裏口に移動だ。誰だよ、こんなところに。扉を3枚も設置していったやつや。3枚もある。凶悪犯に決まってるだろう。ご丁寧に扉3枚とも鍵がかけられているようだ。はははは。玄関は7で、裏口は3枚扉。これで完全に取り込められたってわけだな。他に窓とかないの？ないよ。雪崩が入り込まないようになんで取っ払ったの？2階自体がないんだよ。ないの。過去に雪崩で流されちゃったからね。電話で救助を要請するとか、電話線が切られてるよ。犯人が放火の通電に切ったよね。なんだって。だったらスマホで救助を呼ぼうかしら。もしかして、県外ですか？県外で Wi-Fi 飛んでないし、通信障害も起きてるよ。呪い勢にこの旅館のずさんなクソ犯罪者はどうにかしろ。こうなんだから凶悪犯に利用されてるんだろうが。旅館に取り組めたことで何か発言しますか？発言の内容によるよね。旅館に凶悪犯は、この中にいる。そうだよね。監禁されたってことは、やっぱり凶悪犯がいるってことだよね。むしろ逆だよ。発想を逆転させない。なんだって。この3枚の扉は、凶悪犯がいないことを示して、なんだって。凶悪犯がいない？だったら誰が扉を設置して監禁したのさ。もちろん脅迫犯だよ。え脅迫犯はいないって自分で言ったばかりじゃないか。どういうことだよ。脅迫犯がいないっていうのは、脅迫犯が逃げた後ってことだ。この無敗の刑事に恐れをなしてな。本当に。そして、刑事が追ってこらないように、仮付き扉を三重に設置し、旅館内に隔離したってわけだ。三重にも、補助するほど、この無敗の刑事を恐れていたのだろう。そうね。旅館が燃やされかけたっていう点にも、犯人は外に逃げたというのを考えるのは自然だわ。勘だよ。それに、脅迫犯が残っていないなら、うちの探知犬が反応しているはずだ。一晩経過して、鼻詰まりからも回復してるからな。その探知犬が反応しないのだから、脅迫犯はとっくに逃げていったのだろう。つまりは、今朝になって旅館からいなくなったものこそが脅迫犯だ。おー誰がいなくなった？誰かいなくなった人いるの？人間のお客さんは全員残っているわね。でも、おるよ、ヘビ君。それに、ミミズ、ムカデも残ってるわ。残念ながら、ヘビ。残念じゃねえわ。ヘビのお客も全員残ってるよ。誰も減ってないようだな。なんだってそうなると、脅迫犯は、もともと旅館内に隠れてるんだろう。そして、見つかる前に逃亡を図ったわけだ。意義ないなぁ。あー、待って、意義あったな。犯人は隠れていて逃亡を図ったにしろ、外は猛吹雪だから逃げるのは無理そうだよ。ああ、その通り。外の猛吹雪を考えるのは逃げるのは無理だな。脅迫犯が逃げたって自分から言い出したことじゃないか。どういうことだよ。ああ、脅迫犯は逃げた。そして、猛吹雪ながら力尽きたのよ。力尽きるんだろう。つまり、円満解決だ。なんだっていや、逆に危険だよ。猛吹雪ってことは、旅館に脅迫犯が引き返してくる可能性があるよ。いや、発想をさらに逆転させない。この旅館は、3枚の扉と、雪ならでの防壁を守れてるんだよ。予想外の猛吹雪で、脅迫犯が引き返してしまうことの、この旅館こそが一番安全な場所なんだろう。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、2月下旬、第1話、公開予定。シュネコとネシュンの日常アニメ的な感じの動画を出しまーす。お楽しみに。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。Twitter もやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は、画面左の丸のボタンをタップか&クリックでよろしくお願いします。ってことで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。